土中に設置したヘッツイで火山を用いてスマラクを作る様子火山は中央アジアとロシアで主に使用される鍋である火山は他地域の窯、ボイラー、ダッチオーブンに相当する役割を果たす火山には様々な大きさのものがあり容量を付加して50リットル火山というように呼ばれることも多い火山は様々な調理用途に使用されプロフ、スマラク シュルパ、ケスメ、バウルサクなどを作る際に使用される。火山は結婚式などの刑事で数多くの品格が訪れるなど大量に食事を準備しなければならない状況では必須の調理器具である。火山は火にかける際にも様々な方法が存在する。金属のフレームの上で調理する場合もあるが、その他にも火山がすっぽりと地面へと収まらない程度の幅の穴を掘って、 火山を置き、穴の部分に炭で火を起こして調理することもある。穴は、縦幅が広く、火山に覆われていない部分から空気が十分に中に入る設計で作成される。小型の火山は、通常のガス調理器で使用されることもあるが、この際火山を乗せても安定して、調理を行うことができるように特別に設計された熱を伝えるてっぺんを使用することが多い。ありがとうございます。